コリコリガールズ最終審査公開オーディション。私コレコレがねプロデューサーを務めるアイドルグループのメンバーオーディションとなっておりますと、僕がプロデュースしてたねあの前のアイドルのコレクトがですねアジュダモンもガマーみたいになっちゃって、で唯一ねあのまだ僕と一緒にやりたいと言ってくれた方がこちらのね隣の、小春ひよりちゃんと。これなんでやりたいってでも思ったの？俺とアイドルの夢諦めたくなかったので。あいやでも別にだからそれ俺じゃなくてもいいわけじゃん、いろんな道。いやこれさんが何俺がいいの、うん、俺のこと好きなの？うずっとずっと今でも友達以上恋人未満、もどかしいくらいドキドキしちゃう夢見。こちらの方です。こんばんは、キュアミユキです。19歳です。なんかお酒とか好きですか？ちなみに私まだ飲めないです。あ、そうかそうか、はい、なんかさ酒焼け声的ななんかちょっと一瞬声でガスガス低いんで綺麗にこう高音が出せるとかできないです、はいはいはい、どんなキャラクター目指していきたいですか？笑わせるの好きなんで無茶ぶりに答える系。昨日ラピュタあったのムスカの真似してください。メガメガオッケーです。勢いいいですね。はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。一晩中頭に崩る。19歳ミモです。今が元気のピーク。2日3日前ぐらいはすごい緊張してたんですよ、はいはい、昨日の夜ぐらいからもう緊張はしてない、はい、あもう今全然もうじゃ緊張してない。え全然もうそうですどんなアイドルですか？配信でみんなと関わりつつライブ時に違う面も見せていけたらなと思っております。はい、はい。高校1年生の15歳です。一生懸命練習したので頑張ります。なんで常に半笑いなんですか？え、かわいい。あの緊張しちゃうと笑っちゃう。あそういうの言いますよね。いい、圧倒的かわいいのなんかね多いね。確かに緊張しちゃういいね。でもなんかその緊張してなんか顔がこわばるんじゃなくて笑いの方になるんですね。いいですね、まあ、ありがとうございました。皆さんこんばんは。高校3年生17歳の白米です。よろしくお願いします。やっぱ緊張で出ない。あーやっぱ声が震えてるからね。なんでそれにしたんですか？今日はお父さんと一緒に選んだんですよ。お母さんチョイスもそうなんやそれ。そう、お父さんにも写真送ってこれでいいかって聞いて選びました。おーなるほどね。ひよりちゃんコメントすごい可愛いばっかですね。そうですね、普通の喋ってる時の声と歌ってる時の声、そうですね、ギャップがありましたね、はいはい、ありがとうございました。で18歳の桜井です。よろしくお願いします。声がめっちゃ震えちゃって、めっちゃ緊張しました。まあでもやりきりましたね。ダンス自分で調べて覚えたんですか？はい、 PV とか見てる。すごい、服かわいいですよね。納会に行ってました。今日のためにですか？今日のために。かわいい。コメントなんか受験どうするのっていうのあったんですけど、受験は今はこのオーディション受けてるから何も考えてなくて、とりあえず音楽プレオーディションやってます。ありがとうございました。ありがとうございました。君を全部全部知りたい。友達より大好きだから、もっとそばにいさせて。二人ずっとずっと。嬉しいです。ありがとうございます。すごく幸せな気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました。絶対合格してみんなに合格したよって伝えるって決めてたので、本当に言うことができてよかったです。今まで応援してくれた人に感謝の気持ちがすごいいっぱいあります。ありがとうございます。精一杯これから頑張っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、おめでとうございます。選んだ理由、こういう場でもちゃんと笑顔で表現できてたんでっていうのもやっぱ大きいですね。以上、これこれガールズ最終オーディションでした。さよなら。ありがとうございました。お願いします。バイバイ。
今日が私たちこれって恋ですかの初めてのステージ。ネットネイティブアイドルとして今日のステージまでライブ配信を中心に活動してきました。まだアイドルとして本格的な活動前から応援してくれている皆さんの理想に近づけるように、私たちなりに今日まで必死で取り組んできました。プロデューサーであるこれこれさんの期待も超えたくて、自分が輝ける場所を求めてアイドルを諦められずにライブ配信を続けてきた子。負けん気が強く人を笑顔にできるアイドルに絶対になりたかった子。これまでは応募する勇気がなかった。でもこれこれさんの一人でもやりたい子がいるなら俺も最後までやりきるという強い言葉に背中を押された子。配信を見るのが大好きでリスナーの気持ちがよくわかるからこそ、その期待に応えるために無茶ぶりも平気とオーディションで必死にアピールした子。実はテストで学年1位を取ってる頑張り屋さんなのに、そんな感じが全くしない不思議な子。ライブ配信に出会い、これまでいろんな影響を受けてきた普通の女の子たちが、今度は多くの人に影響を与えるためこれこいという新しいアイドルグループに集まりました。オーディション合格の翌日に、今日からあなたたちはアイドルです、そう言われても正直全く実感が湧かなかった。歌やダンス、いろいろなトレーニングを受けるたびに多くの課題が生まれ、とにかくついていくのに必死だった。引きこもりがちで、これまでは応援する側だっただけの何もできない私たちが本当に応援してもらえるのだろうか、そんな不安やプレッシャーに悩んだりもした。でもメンバーで集まるたびに私たちの絆が強くなり、一緒に乗り越え、グループとして前に進んでいることこそがリアルに感じた。全員で一つずつ超えていけば、そんな思いが芽生え始めた。まだまだ足りないことだらけの私たち。でも私たちだからできること、伝えられることがあるはず。ネットを通じて大きな影響を与えるアイドルになる。そんな簡単にできることではないことも分かっている。だけど少しでも私たちを応援してくれる皆さんの期待に応えていきたい。愛される人になって何かを届けたい。そんな思いを精一杯込めて、初めてのステージに今日立ちます。これって恋ですか。おい、来た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 、おやら、おー、思ったより人来てんじゃねえかよ。おーい、おー、すごい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 。皆さんね、本日はね、これって恋ですかファーストライブ来てくれてありがとうございます。本当にもう、じゃあ早速言いましょうかね。はい、じゃあこれって恋ですかのメンバーたちです。どうも、こんにちは。はい、かわいい。じゃあね、一人ずつメンバー自己紹介お願いします。青井美穂です。木谷美内です。小原ひよりです。四つ葉このはです。いろはちえりです。琥珀舞です。お、私たちこれって恋ですか。せーの、これ恋です。よろしくお願いします。はい、そんなね、これ恋のデビュー曲もう発表しちゃうんですけども、まあ、ちょっとね、先にタイトルからちょっと知ってもらおうかなと。はい、はい、いうことでね、気になるでしょ。おーし、よし、それでは発表します。友達以上恋愛未満です。ということでね、はい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 、はい、友達以上、まあ、恋愛未満と単純に言うと、まあ、ちょっとしたきっかけで恋人になるみたいな感じじゃないですか。そういうことありました。まあまあまあ、まあまあ、はいはいはい。どうな、他のメンバーはどうなの。いや、ないない、ないないない。え、答え間違えました。いや、間違えてない、間違えてない、間違えてない、うん、間違えてない。ということでね、
聴いてください。デビュー曲友達以上。そう正解正解すごいやった。君はずっとずっと今でも友達以上恋人未満もどかしいくらいドキドキしちゃう You and me 二人ずっとずっとこのまま友達以上恋人未満少し複雑な関係もしもそっとそっと どうでも 100% 出せた、なんか緊張してあんまり出せなくて、あ俺も全然声出んかった。初ライブお疲れ様でした放送。やっぱり初めてのライブで歌も、まあ、衣装もあんまパーッとしてなかったんでどんだけお客さんが来るかってすごい不安やったんですけど、まあこんだけ来たと来てくださって本当にありがたいなと思って大丈夫かな人ちゃんと全部いるかな盛り上がってくれるかなってすごい話してたんですけど、あちゃんと人が来てくれてるって言ってもみんな泣いちゃって見上げてきすぎちゃってはい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 もう何もわかんないみたいなこれ恋みたいな自分の名前が飛んできたりそれがすごく嬉しかったです記憶が飛んじゃったんですけどとにかく楽しかったなっていうのがめっちゃ残ってるんで緊張して泣いちゃったりしたけどえ泣いちゃってた え泣いてた嘘だちゃんとできたのでよかったです、泣いちゃってないよねだから最後フラッカー鳴らしておーやばいやばいこれから頑張るぞせーのさよならないのよ下手くそみんなもこういう顔になるんだよちゃんと仏に来るって青木くんのために頑張ったよあー出てる誰がかかってきても負けませんよ私はゾンビゾンビというのは不死身なんですよ服の破れは銃弾を避けた証だからそう全然ちょっと赤っぽいって自分で言うの恥ずかしいねいいよいや言っちゃってこの中だったら多分一番ツッコミができるかなみたいな犬か猿だと思ってる私はテンションめちゃめちゃ高い時は猿だなって思ってあー確かに荒野行動を絶対にログインする気持ちあー絶対全部回収してもらえるものは全部もらった目力あー目力だー これ恋の唯一の A 型です。何言うかな。悪い風に言えばツンデレで、悪い風に言えば気分屋。だなって。私の名前を覚えてなかった。あれ？たぶんは。たまごさんまの名前を間違えてしまい、大変申し訳ございません。一緒にやってほしいんだよ。このハート。あ、かわいい。はい。ニコニコ。ほら、今日はもうミエのおごりでいいから、今からカラオケ行こう。試合勝てるように私が練習
一緒にするから次は絶対に1位取ろうね。前半どうしようで上も これ何ドッキリとかえ、それやりたいってことか。あ、よかった。いや、書いてないね。違ったこれ。ゆうちゃん。違うな。ゆうちゃん、書いてないけど。なんでカメラの誰もオチ作れなかったよ、あれは。やばい、くがる。痛い。ねえ、地獄なんだけど。スパチャ来た、スパチャ来たよ。スパチャ、センキュー、これハート。はい、めちゃかわいい、これこれライブボリューム5アンド、まあ、これこれのスパチャ期待してもいいですか。お、カメラアップにしたね。あー、こうやってファンさしてんのね。え、俺にもアップしてください、俺にも。あー、二人ずっとずっとこのまま友達以上で愛未満。じゃあ終わりますか。はい、長々とありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。これこれさんっていう人好きですか。あ、これこれ大好き。あ、本当に。私の名前は知ってますか。小松あさみ。あ、入ってる。え、え、ちーちゃんそれ食べたの、そのバッタ入りのやつ。え、ちょっと、あ、でも死んでるからね。まだこれ生きてるの、ここにいるんで。今からみもちゃんの真似をします。あ、もう無理。あ、ほぶかわいい。でもまだお友達じゃないから、ちょっと友達になられちゃう今から。実はメンバーの中にライブの日に勝負下着を着てきてる子がいます。まあ、いつかね、メンバー全員でね、お酒飲めたらいいですよね。確かに、うん、日和木の葉だと4年後。身内みも24だけど。24だから何ですか。俺としてはですか、別に。あの35ぐらいまでやってほしいよね、アイドルね。あ、やりますね。大好きだ。
で、コーナーじゃん、そこまだあそこに壁掴んで、早く、じゃあみんなさ、登れなくなった、あ、みーもー、いや、嘘だ、あ、飲むって、え、みも、やばい、これ、これみも、嘘でしょ。最近悲しかったことは、DM で、ちょっと待って、コーナーじゃんさ、マジさ、それさ嘘でしょ。この動画が DM で送られてきたこと、同じ味はしないはず。あ、わかりました。苦っ。あ、こっちの方が美味しいです。おめでとう。なんで自分たちでやったのに自分たちが。ランプ変えられた。太陽、夕日に向かって吠えろ。チアリ飛ぶんで。飛びます、飛びます。邪魔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 。もう10年も経った。お、でも可愛い。鼻かすのやめてくんだ。スパチャでピオリンバズーカしてってきてるんで、いきますよ、ピヨピヨバズーカー。俺やったらするけどね、自分からね、好きだよって、好きだよってね。ありがとうございます。え、なに、今のなんなん、もっと強くなりたいから。なそうね、もっと強くなろう。でこれあ、ダメ、やばくない、やばくない、大丈夫、僕の強い。そうね、本当に持つのがね、ちょっと近い。ああ、いや、こんなシーンあったな、動画で。うん、もうなんか割と慣れました、ね、慣れるよね。見た目だけ。ゲームオーバーです。バカにすぎた。ちょっと前の、してない、してない、してない、ゲームオーバーです。今行け、今行け、今行け、今のバカにしてる。コナちゃん、コナちゃん行け、コナちゃん、ポーン。ヒョレちゃん、ヒョレちゃん行け、ヒョレちゃん行け、ポーン。おバカにすぎだろ。考えて好き勝手に振る舞い、周囲のみんなを困らせます。しかし自分の命を犠牲に、はい、ここでね、今見てるメンバーの顔をね、出したいと思います。一瞬で顔変え、お、一瞬で顔変えですいるぞ。嫌な予感しかしない。しないで大丈夫です。さあ、じゃあシチュエーションを。いや、なんか暑いね、シュン。シチュエーションは、あ、私は森林浴に来た手で。シュン、暑いね、なんか今日ね、そうだよね。え、蚊に刺されたんだけど、見てねえ、かゆい。え、待って、今から動画撮って蚊100匹捕まえよ。バカじゃねえの。もう一個あるね。お、怖い。もう一個はメンバーにはまだ言ってない。ね、本当に怖い。なんですか、本当に新メンバーですか。まあちょっと実はですね、まあ、6人じゃちょっともうやっぱ物足りないなということで、新メンバーが参加することになりました。え、みんな何その反応は。ちょっとひよりちゃん顔大丈夫。物足りないって言われたのが悔しかっただけで。ひよちゃん泣いてる。みんなで見てやろうぜ、泣いてる。泣いてる。みんなで見てやろうぜ。いや、あの、何、何ですか。嘘、嘘です。これこれさん嘘だって、みんなが新メンバーとか言うから、じゃあ乗ってあげようかなって思っただけなのに。帰ってよ。いや、だ最悪。ごめん。はい、ということでね、もう一つのね、発表はですね、これこれメンバーで8月31日より1周年記念旅行を配信しまーす。2泊3日のね、そうなんですよ。あ、おナイスです。昼んだか。え、待って、これで死なないの。待って、死ぬ死ぬ。ちょっと、これこれさん。え、何？実況。待って、俺実況しなかった。実況してない。いや、コーナーしてよ。いや、今俺やばかったんだから。さ、来た？来ました。何が来たんだ？新アーシャに変えました。
さあということでね、皆さん新衣装のアーティスト写真を公開したいと思います。本当に美味しい。めっちゃ美味しい。焼いたの身もかもしれないから身ものことも褒めちゃう。めっちゃ美味しいよ。え、マジで美味しい焼きそば。うん。本当屋台みたい。うん、やった。全部美味しい。本当に全部美味しい。何もしてないけど。お肉も最高の味。ねねね。え、痛いなくて。すごいすごい。どうですか、カブトムシ。おー、すごいこれ普通に。てか、うんちしてるのか。こちらの旅行中に撮った動画はですね、今回新曲の方の MV の映像に使用しています。すごい見たい、ちょっと鑑賞しますか。私たちまるで点でダメなんで、無理くり線で繋がってほしいな。これさんだよね。ここさんだよね。タバコをポイ捨てを注意するこれこれさん。拾う。おい。早い。いらっしゃいませ。これと。コノハのバイトしてる姿見に来ちゃった。もうみんなには内緒だから来ないでって言ったのに。ごめんごめん。もうこれだったら。ただの匂い。匂いだよ。あのこれ考えたの私で。え、この後時間ある？もしよかったら一緒に飲みに行かない？これです。ちょっと最後の慣れてないからやばくないから何これ。えしゅんくん今日めっちゃ楽しかったね。え、これからどこ行く？この時間帯だし。ちょっとうち来る？コノハさ、俺ですらさ、そっち系の下ネタ抑えてんのにさ、最近コノハ多くない？マジで。これ恋の修行動画です。これから先これ恋をもっと人気にさせるためにプロデューサーである俺が何とかするしかないんですよ。爪を見せてください。ちょっと切らないとまずい。ネイルなんですよ。パン作らなくて結構です。パン屋で修行するって来たんだろ。そんだったらそのくらい常識だろうが。やりたくないんだったらやめなさい。どうしていいのか分かんない。なんか二人に迷惑かけてるのが一番嫌だから。初めてじゃなかったらびっくり。
あんまりできてないから、なんか言ったら二人になっちゃうんじゃないかな。自分の気持ち前よりは多分伝えられるようになったと思う。だってこれこれさんいないとまだ何もできないから、これこれさんいなくてもできるようになるために巻き返していきたいよね。1年目でできなかった分、自分の反省点ばっかりも出てきちゃうよ。ゆいちゃんは多分自分が自分がじゃなくて自分が悪かったなって思いすぎちゃうの。自分だとゆいちゃんばっかりなんだと思って、ちょっと嬉しい、今言ってくれたのが。これは感じられない、俺は何も変わってないでしょ。問題はこれからだよね。帰れば日常が待ってるでしょ。その時どうするかなんだな。貴重な経験ができた3日間、こちらで終わらせていただきたいと思いますので、皆さん本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。いや皆さん修行お疲れ様でした。お疲れ様でした。修行すごいな、あれ息できなくない？できない。喋れないの。キノコが本当にいっぱい種類があって思ってたんですよ。お乳が出るキノコがあるらしくて。え、嘘でしょ。それを見つけるために、ほら、乳が出る。ただのセクハラじゃん。え、なんでそれ使われてないの。え、前前さ、腹話術上手くなった？そうそう、上手だなと思って、うん、録画でずっと喋ってました。バレてたのすごくない、みんな。これこれキュン。え、ちょっと正直に言って、正直。なんか苦い苦い、なんかまずい。ドッキリ大成功。かつけて。今回ガチ恋ライブということですが、皆さんガチ恋ライブっていう意味知ってますか？もちろん、うんうん。まあ、一応あの知らない方のために説明しますと、これ恋が今まで行っていた企画コーナー一切行わずに、これ恋全楽曲と MC のみで構成したガチで行うライブという意味です。おー、はい、ただ今すぐアクセスリスクザスキーピー、埋もれちゃうコメント時間よ止まって、ピッポラッシュは何時か後に、両思いなんでしょ知ってるよ。返事はスタンド一歩、これは照れ隠し書、恋愛は現在進行形だから、そういう私も好きでいて、両思いになるかな、これって恋ですか。ゆえにボンバーガールの意味があるらしいんだけど、うんうん、まあまあまあ、え、ちえちゃん知ってるその意味？まあそれはもちろん。ちょっと答えてもらっていいですか？爆弾女、そのままじゃないか。私たちまるで天然なめなんで、無理くり線で繋がって星になる、ただるオーサバイバルナノユー。はい、皆さん盛り上がってます。多分あれかな、あ、今目あったかな。まあ、ということでね、この曲で締めたいと思います。それでは聴いてください、ステンダー。司会者誰でもちゃんと回ってる、何度ぐらい参考書なんで言ったステンダー。あ、これこれさん、ちょっと歌いながら気持ちよくなってました。ステンダー。はい、みんなじゃあ最後どうでした、無観客ライブ。でも本当にあっという間でした。体力的にも不安だったし、うん、どうだった、なんかコンハだって腹痛つってたじゃん。このライブ前に、うん、なんかちょっと賞味期限の切れてケーキ食べちゃって、うんうん、酸っぱいやつね、酸っぱいやつちゃんと知ってるよ。大好きじゃん。うわまた始まる、また始まる、楽しいっていう気持ちいっぱいで終われたのですごい良かったです。緊張してて今までにない感じだったんですけど、結果楽しく終われたかなと思います。寝てない方もいると思うのでしっかり寝てください。最後笑顔でここまで来れて嬉しかったです。来年以降にはなると思うんですけど、皆さんに
会えるのが楽しみです。不安とかもすごいあったんですけど、このイベントをやったことによってメンバーとかリスナーさんとの絆がより強くなったんじゃないかなってすごい思います。来年もぜひ直に会って楽しみましょう。本日は24時間見てくれてありがとうございました。以上、これこい無観客ライブでした。ありがとう。何それ何それ、乾杯リセーン、乾杯リセーン。レッスンでよく着てるんですよ。めっちゃ着てる。レッスンで着てる服だ。たまに着てるんだよ。めっちゃ汗が染み込んでるってこと、ね、いや、たまにです。だからこれこれまた乾杯。普通のことしか言ってない。誘導してる、誘導してる。絶対目線やめて。たまに使ってて、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。お名前をお願いしてもいいですか。はい、みどりこと言います。お願いします。これ、全体が今後どうなっていくかというか、全体的に今年1年そうです。来年の3月にメンバーが変わるかもしれない。ごめんなさい、みんな今までありがとう。今までありがとう。増えるかもしれないでしょ。あ、確かに確かに。どんな暴露をしてくれるのか、うちのいろはちえりはこれまた寝ている時に塩ビな声を出します。塩ビな声を出す。どんな声なんですか。いや、もうなんか、ないと何と合ってるのか分かんないんですけど、はい、あ、みたいな。私も実は購入したものがあって、いけいけいけ、ちょっと実は採血をするために自転車買ったんです。見せていいの。すごい、見たい見たい。めっちゃありがとう。うん、マイマイバグってね。マイでかくない。マイでかくない。でかくになった。乗って。はじめまして。あ、ありがとう。はじめまして。サイン書いていい。あ、はい、サイン書いて。ありがとう。はい、これ CD、 どこに書いてる、これ。あ、よしゅんくんの目に書いてる。あ、これで痛い。私以外見れないね、これで。うわ、本当だ。うわ、ずっと日和が。これちょっと警察行っていいですか。なんでしゅんくん。いや、ういう痛い。私を悪者にするんだ、しゅんくん。 ごめんなさい。やっぱ嬉しい。あ、そうだよね、また来てね、しゅんくん。ありがとう。今の何？何これ。大丈夫か。辛入るでいい。いやいや、辛入れるなよ。いや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 。入って。ね、それ握力に物言わせてるじゃん。家に卵割れないの？見ます？何してんの？玉ねぎみじん切り。待って、みじん切りの仕方独特すぎない？違う、出来方見ないで。見ないで、何なの？何なの、さっきから。ちょっとここでお知らせがね、まあ、このライブのタイトル何でしたっけ。ライブのタイトルは2021年シックスバイラブです。まあ、シックスバイラブ、まあ、ここにちょっと実は意味があると言いますか、はい、一応これ恋のメンバーとして6人で行うライブは、まあ、今回で最後、まあ、メンバー1人が、まあ、脱退することになったと、まあ、身内の方が、まあ、脱退するという話を、そうだな、もう3ヶ月がぐらい前ぐらいからもう話は聞いてて、まあ、俺としてはもうちょっとね、こう限界まで続けてほしいっていうのが本音なんだけど、まあそういうわけにもいかない事情があると、まあ、ちょっと身内からの話があると思ってね。じゃあまず身内から。突然の発表になってしまい
本当にすみません。私キュアミューチは家庭の事情により自分の決断で卒業することを決めました。4月いっぱいまではこれまで以上に精一杯頑張りますので応援よろしくお願いします。お願いします。
てください。大地に感謝、地球に感謝、小麦に感謝、いただきます。いただきます。あおれあおれ、みもあおれ。お、え、お、これだ。これだ。俺、行くよ行くよ。じゃあ青に一回するね。はいはいはい。そして、あ、でもこれ、はい、よしよし。で、赤に切り切り。よーし。どこ行っちゃう、どこ行っちゃう。え、何これ、何これ、何これ。よかった、なんか終わった後、新規の練習が終わった後、パッて見物を見たらこうしてびしょびしょになってる。マジでよかったよ。みんな離れたくないのにさ、泣かないで。またガッツリしますなっちゃう。ちょっと待って、なになに、上からね、LINE が来て、5月1日からのアーシャって言ってね、身内がいなかったの。新しいスタートですよ、これこれさん。悲しんでる場合じゃないですよ。うん、そうやな、切り替え早っ。確かに。スプリングワンマンライブ2021 6 by love キャビッツ卒業ライブにお越しいただきありがとうございます。ありがとうございます。あれ、なんか足りないよね、そんな気がするね。あれ忘れちゃったかな。おい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 、キャーって声出すなっつってんだろお前ら。はほんとにすごいね、これ。うわ、ペンライトすごい。煮物はペンライトなのか俺のペンライトがちょっとわかんないけど、やめてください。絶対これこれさんでしょ。やめてください。なんでそんなネガティブなの。この葉の新曲は、うん、多分恋するコイントスっていう曲なんですけど、みんな聴きましたか、うん、3曲目の曲。じゃ聞いた人ちょっとペンライト振ってもらって。聞いた人しかいないさっき披露したわけだから。そうそうだ、うん、はい、テーマがあるんですよ、はい、テーマ、うん、何のテーマ。変わらない愛っていうテーマ。変わらない愛、愛知らんやろだって。違う、あ、知ってます。これ本当は本当にこれこれさんに向けて歌ったんですけど、本当に、ね、この葉もうダメダメ、もう打ち合わせしないとそれとんでもない 大事故になっちゃうよ。大丈夫、これリハーサルでも言いましたけど、言わなくていいんだ、面白くなくなるやん。
私はまだ発表してないんですけど、心の空という曲で、うん、愛のテーマが秘めたる愛なんですよ。秘めたる愛、キャ、みんなにいつも言わないけど愛してるよっていうことです。愛してるよおお、赤いペンライト増えた。で、みゆち、はい、私の曲は蜃気楼という曲なんですけど、うん、分かち合う愛がテーマになってます。ちょっとこの曲結構意味がちょっと難しくって、うん、ちょっと長ったらしいので、うん、まあ、みんな個人個人でその曲に対するこう解釈を持ってほしいなっていう曲です。じゃじゃじゃん、お帰り、ただいま、見ないでしょ、はい、お着替えが終わりました。何の話してたんですか。はい、アルバム曲のそれぞれのテーマの話をしてました。はい、ひよりちゃんからね、ひよりちゃんから、はい、今回私の曲はですね、アルバムでも一番最初に入ってますピヨッタって無限ループとなってます。これこれさん、クイズです。二次元が大好き。正解、当たった、そうです、当たったよ適当に当たった、当たったよ。はい、じゃあ続いて、ね、私をイメージした曲はプレデターラブで、テーマは略奪愛です。なんかまあ、わーわーわー、あれですね、これ恋に今までいないかっこよさとエロさに全振りした曲になってます。お、はいはいはい、はい、え、なんだろう、あの略奪愛って不倫じゃないですか。ねえねえねえ、気まずいからやめてよ。あの、言われたら100万とか200万だからね、あの賠償になるんですよ。これ息出てる。それじゃあ私の曲ですね。私この後披露させていただく忘れんぼっていう曲なんですけども、まあ、この曲かなり深い愛という、まあ、本当の愛っていうテーマなんですけど、レコーディングで泣いちゃうメンバーがいたぐらい感情移入しすぎて、ま、マイなんですけど。バラすなよ、泣いたこと、やめろよ。そしてここからは後半戦となっていきます。後半戦も皆さん盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。イエーイ。みたいな感じで、あの過ごす時間がすごい長いんで、詳しく知ってるのは知ってるんですけど、なんて言うんだろう、ノリがすごいみんな合うみたいな。日和ちゃんとコノハは結構妹っぽい後輩っぽいみたいな感じがすごくて、なんか何か分かんないことあったらなんかすぐ「みゆちゃんみゆちゃん」って来てくれるし、身元前はあのアホなんですよ。おちゃらけてる感じなんで、なんだろう、同級生って感じかな。ちえりとかなんかほんと一面って感じがする。なんかノリもめちゃくちゃ合うし、なんか二人ともめちゃくちゃ早口だから、なんか会話のテンポめちゃくちゃ合うし、一面なんていうんだろう、ふざけるときに一緒にふざけてくれる子、後輩みたいな感じですかね。いや、本当はね、ここふざけようと思ったの。本当はここでなんか、こんな広い会場独り占めしていいのとかふざけようと思ったんだけど、無理だ。みんなの顔見たら無理だ。みんなに手紙を書いてきました。みんなへ、まずはじめに今日はライブに来てくれてありがとうございます。配信で見てくれてるみんなや、アーカイブで見てくれてるみんな、会場に来てくれたみんな全員に心から本当に感謝しています。最後のライブなんてまだまだ先のことだと思ってたのに、こんなにあっという間にこの日が来ちゃったのは、何気なく過ごしてきた毎日の中で
気づかないうちにいろんなことが起きてたからだと思います。やりたいことを全力でできた約1年半は今までの人生で一番幸せでした。4月をもって極み内はこれこれを卒業します。みんなからもらったたくさんの幸せの思い出を糧に元気いっぱい生きていきます。本当に本当にありがとうございました。それでは次で最後の曲になります。蜃気楼。体験はこれこれにとってもここの場にいるみんなにとっても幸せな経験となったと思います。7人でのこれこれ見れたあなたたちは最高の幸せ者です。そして今ここに立てている私も本当に幸せ者です。ありがとうございました。今日のこの経験がこれからこれからのこれこれにこれからのこれこれにとって絶対に大きな糧となると思います。みゆちが卒業しちゃってもみゆちがいたこれこれがなくなるわけじゃないのでみんなの心の中にずっと刻んでおいてください。もう1曲目から泣いちゃって今日乗り切れるかなって思ったんですけどみんなの応援でここまで楽しくやりきれました。家に帰るまでがライブなので気をつけて帰ってください。本当に好きです。ありがとうございました。じゃあみゆち俺から一言だけ、はい、今日までお疲れ。ありがとうございます。かっこよかったですよ。めっちゃかっこよかったよね。待ってみんな写真撮らない。そうだ写真撮ろう写真撮ろう写真撮ろう。みんなポーズ決まってる。あみんなめっちゃ決まってた。いいねいいね決まる。はいチーズ。今日は本当にありがとうございました。頑張りました。お疲れさん。ありがとうございます。1年半ありがとうございました。
というわけで以上私たちこれって恋ですか、せーのこれ恋でした。バイバイ、ありがとうございました。なんか今日少なくない？確かに5人でしたっけ、僕入れて今日はあのミモが体調不良ということで、はい、実況もお願いします。まだ力抜いて、はい、レディー、はい。その姿勢なんです。えぇ、こんなのこれの前さん本当にやばい、チンチン、ねえ、ほんとやばい。違う、これ犬だから、チンチンって犬だからね。ちょっとチンチン、まいまい、いい加減にしろ。すいた、おぉ、よっしゃ、食べましょう。食べる、やった、どうしよう、いただきます。おいしい、よかった、よかった、よかった、せーの、のコーナー、なんでグー見せないの。見せるんですか、逆に。まあちょっとね、冒頭でね、あのひよりちゃん体調不良で今日はねお休みということでね、はいはい、あとまあみももね体調不良でお休みということでね、はい、あもうちょっとね皆さんね待っていただけたらなと思います、はい、俺一番どれが好み、あれどれだろう、え、でも服で言ったらこの白いのがなんか純粋っぽいで良さそうだけどね。怖い怖い怖い、なんか今荒れてます先生、予定だったんですけど、うん、胸が大きいから開けなくて。ねえ、え、ねえ、ひどくないですか、ちょっと。でも、まあ、いや、気にしないです、大丈夫、大丈夫。コメントしにくいな、そのコメント。え、待って、ちょっと、やばい、やばい、やばい、ちょっと。匂いがすごいけど、美味しそうな匂いがする。ですよね。美味しそうな匂いが。絶対。これでいいですか？どうぞ。ここから。はい。いただきます。かわいい。かわいい。おいしい。これさ。ね、毎回やらなきゃいけないのこれ。コロハがすごい喜んでる。いや、めっちゃブサイクじゃん、もう本当に嫌なんだけど。はい、3、2、1。うわ、怖すぎ、みんなで吸いよう、みんなで吸いよう。抱きしめ合って、抱き、毎回やばい。おりが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 、反対みんな。うわー、どうしよう。待って、えコメントで言われて気づいたよ。まずは、はいはいはい、あ、なんで嘘でしょ。テストの日に、うん、マジでそう、どっちで悲しいか電話かけてきて、なんか、もうそうなんだよね。でもうちらがいるから、そうだよ、気にしないで。この髪型変わってないよ、ところで。変わってないよ。なんならさっきの方が良かったよ、まだ。え、ちょっと一瞬本当に直しますんで、うん、全然まず変わんないんで、ちょっと許してください、うん、変わってないってそれ。何をしてる、ついちゃって。前だ、ちょ、ほんと前、ダメやぞ、ほんとにダメやぞ、出すなよ、前、前、ほんとにダメやぞ、わかるでしょ。前、顔が、顔真っ赤、これほんとに前、大丈夫、ちょ、飲め飲め、さあ、さあ、ち、
今日はちょっとね、皆さん大事な話があるということで、大丈夫、変な音出して。あ、ごめんなさい、ちょっとすいません。まあ今現在体調不良でね、活動休止中の小春日和、青いミモについてのまあお知らせですと。まず小春日和についてですが、本日より小春日和ことピオリン活動復帰しまーす。うわ、もうこのサムネイルもさ、はい、ということで、ひよりちゃんおかえりおかえりおかえり、本当に久しぶりに見た。まあ、そしてですね、ちょっと嬉しい発表の後なんですけども、活動休止の青いミモに、ついてなんですけども、まあ、本日をもって、まあ、卒業することになりました。そして、まあ、今回ミモに関してはこの場に来ることはまあできないと、まあ、なのでちょっと手紙を書いてもらいました。体調を崩してしまい、5月14日から9月末日まで、活動をお休みさせていただきました。お休み期間中、メンバーのみんなが活動をしている様子を見て、私も早くアイドルらしい活動をしたいなと思いながら復帰に向けて、療養を続けてきましたと。しかし先日病院からもう少し療養が必要という診断を受けました。この先必ず復帰できる日をみんなに約束できない中で、悲しい気持ちや焦りの気持ち、せっかく夢だったアイドルになれたのに思う存分活動ができない悔しい気持ちがありました。いつ復帰ができるのか、どうやったら復帰ができるのかをたくさん考えました。でもまずは今後の自分の人生のために、自分の体調の回復を第一にしないと今の私には何もできません。今まで応援してくださっていたファンの皆には、このような形でしか最後の挨拶ができないことがとても悔しいですが、この度これ恋を離れる決断をしました。また元気な生活ができるように、まずは目の前にある自分の体調と、向き合って療養を頑張ります。活動休止期間を含め約2年間本当にありがとうございました。これってこれですか、青いミモ。ミモが辞めてしまうっていうのは、まあなんとなくやっぱプロデューサーの立ち位置からしたらやっぱ分かってて、まあでもそれでもみんなにはずっと待っててくれ待っててくれ、多分俺言ってきたと思う。だからそれってやっぱり結局少し期待させてしまっていたと思うし、まあ、それについては本当に申し訳なかった。ただ俺もみんなと一緒でずっとミモを待っていた。最後はちょっと寂しいお別れ方やけど、ミモの新しい人生を俺は見守ってやりたい。そうだな、なんか正直私も多分メンバーもまだ心の整理がついてなくて、うん、やっぱりミモの人生はミモのものなので、ミモの分も頑張っていけたらいいなと思います。私たちも苦しい、悔しいけど、ミモちゃんが一番悔しいと思ってると思うので、そのミモちゃん分も背負ってこれこれを全力でやっていきたいなと思ってます。私もミモちゃんのことを配信でよく言ってたりしたんですけど、リスナーさんに期待をさせてしまうようなことを言ってたので、本当に申し訳なかったと思います。最後まででもそれはミモのことを信じて待ってたからこその言葉だから、謝る、まあ、ことではないかもしれない。なんだろう、ちょっと、まあその無理にでも今思いを伝えなくても、そうですね、自分もお休みをしていて全然実感が湧いてないんですけど、すごい悔しいです。会えないのも、会えないまま別れなのも悔しいし、ごめんなさい言葉がまとまらないんですけど、本人が本当に悔しいと思うんで。そうだね、いや俺も本当にそこに関しては俺も悔しい。まあ、これからね、これ恋メンバー4人、そしてプロデューサーの俺を入れて5人で活動していきますと。もう乗り越えるしかない。でもこれは悔しいけど、やっぱりいい発表したよね。なんか俺ももうみんなが泣いてるとこ見たくないし、現実問題やっぱいろんなこと絶対あるから、まあ、なのでこれからもよろしくお願いします。お願いします。私が私でいられる場所、新しいことに挑戦できる場所、夢を叶える場所、新しい自分になれる場所。
ということでですね、まあ、この度突然ではありますがオーディションをすることになりました。今のコメントでいろんな意見あるけども、まあ、中には4人でいいじゃんとか、もうそれわかる俺も。でも4人じゃできないこともあるわけ。可能性を広げたい。まあ、ここでちょっとはっきりと言っておきたいんですけど、もうこれ最後です。もう僕はこれ今後オーディションをすることもありません。そしてもう最後のメンバーを決めさせていただきたい。これを最後に新しい仲間を迎え入れて、そして目標は満員での武道館公演を最終目標として活動していきたい。まあ、ひとまずはまあ俺とね4人でね年内は活動していくんで、じゃあメンバー頑張るんだよ。はいはい、うん、頑張ります。よし頑張るぞ。頑張ろう、はい、うん、最終目的は武道館。武道館オッケー行こう。よし以上、私たちこれって恋ですか、せーの、これ恋でした。はい、ありがとう。ひよりちゃん固まってるけどね。はいはい、じゃあ今日早かったから、うん、復帰後初めてのレッスンに参加しました。おお、めっちゃウキウキしてた。でもマジでなんかピオリン全然あのうまかった。めっちゃえ、ほんと、あ、ほんとにうまって感じ、何も感じなかった。内感がなくなってた。うん、死んだ。ちょっと待って、違う違う、でも返していけないかなと思って、あの違う、あの死んだってさ、死んだしか情報がなくてさ。あ、そっか。メガネをかけたマイマイ。こんなんなかったんだけど。いや、これはあの、そんなん自作よ。ガチかも。これこれ P はどんな人？せーの、お父さん。あ、頭がよく回るなって。なんか配信とは全然違う、いい意味で。パー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 死んじゃったみたい。今日の罰ゲームはじゃん、え、パーティーポーン。これ、ね、これやばい、辛いものが苦手な方や、なんか注意書いてあるよ。やばい、サイズなのにめっちゃおしゃれしてきちゃった。やばい、恥ずかしい、どうしよう。以上です。え、じゃあ先にテーマ聞こうかね。あ、中学生のサイゼリアデート。中学生なので、頭は頭、あ、頭はこれ最大限のおしゃれね。あ、おしゃれ。お手本見せて、この子のために。分かった、いいよ。え、前マジで聞いてほしい。何？どうしたの？本当にやばいんだけど。おうおう、今日マジでやばくて。え、何が何が？今日朝ごはんに食パン食べた。すごいね。これうまいけど。うまいじゃん。これやれば大丈夫。うん、あ、オーバーに。オーバーに。回してくれないの？回してほしい。まだむずいよ。回してほしい。前前が回してほしい。どうもプロデューサーのこれこれです。まあ、ちょっとね今日はご報告があります。で本日はまずメンバーは出ません。ただ大切なご報告があって、四つ葉木の葉は本日をもってこれこれを卒業します。みんな分かってると思うけど、これこい初期メンバーから2021年で3人も、まあ、卒業しましたと。さすがに3人ともなれば、もうこれはもう全て、まあ、俺の力不足であり、もう俺に責任があると思う。で、今からですね、ちょっとコノハを呼んで、自分の気持ちを言ってもらいます。まあ、僕はまだ聞いていないので、はい。多分コノハ自身もね、こう表で出るのはすごい嫌だと思う。まあでもコノハ自身が表で話をさせてくださいということで、聞いてたと思うけども、一つ俺が気になるのは、
その今から読み上げるの文章は自分の気持ちがちゃんと書かれた文章でいいの？あ、はい。わかった。お願いします。はい。これって恋ですかを応援してくださっているリスナーファンの皆さんに今日は私からお知らせがあります。私、四つ葉この葉は本日12月11日をもってこれ恋を卒業します。突然の発表になってしまって本当にごめんなさい。これ恋として活動してきた2年間、私は多くのことを学ばせていただきました。これまでの日々は本当に幸せで、私にとって本当に大切な宝物です。しかし、そんな日々を過ごす中で、いつの日か私はこれ恋の変化に気持ちが追いついていない違和感を感じるようになりました。みんなについていき、頑張りたいと思う気持ちもある一方、こんな気持ちのまま活動を続けていいのかと、ずっと考えていました。そんな中、卒業の選択をした一番の理由は体調に変化を感じるようになったからです。これ恋のレッスンやライブ前、勝手に涙が出て止まらなくなってメンバーを困らせることがあったり、気分が落ち込んだり体に不調が出たりしてたくさんの人を心配させてしまいました。苦しい状況が続いて気持ちを整理しようとお休みをいただきました。この状況のまま続けていくこと、長期的にお休みすること、卒業すること、すごくすごく考えて、新しいこれ恋になる前に、これ恋を卒業すること、卒業しようと思いました。すごく身勝手なお知らせになってしまいすみません。ここまで支えてくれたこれこれさん、メンバー、ずっと応援してくださったファンの皆さん、本当に本当にありがとうございました。期待に応えられなくてごめんなさい。これからも、これって恋ですかを応援よろしくお願いします。以上です。そうだね。まあ、その今、はい、コノハの気持ちを聞いて単純に思ったのが、やっぱり納得できない。コノハの、はい、そのみんなについていて頑張りたいと思ってるけど変化に気持ちが追いつけないって言ってたけど、それは今までの活動をちゃんとやってきた人が言う言葉であって、コノハは言われたことを今までちゃんとしてきましたか？何回注意してもちゃんとしなかったり、じゃあこれやってほしい、そしたらじゃあいついつまでやります、でも結局やりません。まあそんなのがいっぱいあった人が言う言葉じゃないと思う。だから俺はこの卒業理由納得しないし、メンバーも納得しないからこの場にいないの。はい。でね、ちょっとまあ辞めていくコノハに伝えたいことがあって、まあ、やっぱ12月に控えてたライブとか、まあ、24か29、はい、どっちも中止になったじゃん。はい。でこれなんで中止になるかって、これ恋はね、今まで4人で活動することになりましたって言って、全曲の振りを4人バージョンで入れ直して、つい先週までレッスンを毎日頑張ってましたと。でその中でコノハはちょくちょくまあレッスンを休むようになって、それでもメンバーはコノハを心配しながら毎日一生懸命ね、ライブでファンに楽しんでもらうためにレッスンを頑張ってきたと、はいはい、でもコノハはさ、休んで、まあ、しばらく休みますって言って、ライブは3人で頑張ってみたいなさ、軽い気持ちで休むって言って、でライブって3人ではもうできないの、はい、でメンバーや俺に言うのもすごく遅かったよね。そうですね、運営に話をしてから俺たちにまあこういきなりまあもうやめますみたいな、そんな伝え方ないでしょ。やっぱちゃんとみんなで話し合って決めることなんだよ、そういうのは。確かにそうでした、うん、すいません、まあ、謝ってほしいわけじゃないんだけど、まあ、でもこの離れではあるけど、まあ、頑張ったと思う。ただもっとね、早くじゃ悩んでるんだったら言ってほしかったし、急に辞めるなんて言ってね、周りを振り回さないでほしかった。ただそれだけ。まあ、じゃあ新しい道頑張ってください。今までありがとうございました。これこい新名盤王者、はい、お願いします。ま、え、あれコノハは、元気です。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。今回これ恋が武道館をね目指してさらに進化するために、これ恋新メンバーオーディションを開催させていただくことになりました。はい、はい、エントリーナンバー7番の豆腐と申します。今日はここの会場にいる全員を笑顔にするつもりで来たので、伝わったらいいなって思います。もし暗闇が道を閉ざしても
やっぱ広々と踊れたのですごく楽しく踊れました。こんにちは、エントリーナンバー63番の麦です。大好きなこれ恋のために一生懸命楽しんで頑張りたいと思います。もし悩みが道を閉ざしても、これ恋だから入りたいっていう気持ちがずっとあって、勇気を振り絞って頑張ろうって思いました。はじめまして、エントリーナンバー66番、見た目は大人、中身はバブの赤です。もし暗闇が道を閉ざしても、自分のキャラクターとか自分のいいところをこう全部発揮できるのが大切なのかなと思ってます。こんばんは、私の名前はゆずです。全力で頑張りたいと思います。もし暗闇が道を閉ざしても、これ恋さんは私は辛い時に支えてくれたので、私もそんな人になりたいって思って、応募しました。72番、福岡から来ました月ちゃんです。笑顔にさせるようなパフォーマンスをしたいと思っています。もし暗闇が道を閉ざしても、配信がすごく楽しくて、わらわらって流れる時が一番嬉しいなって、いつもこうネタを用意して配信に挑んだりしています。だから配信は大好きです。諦めたらそこで試合終了だよ。ぴょーん、イエーイ。すごいドキドキするね。バックバック心臓出そう。エントリーナンバー070、ゆず。新メンバーゆずさんです。前の方にお願いします。最後までこれ声さんとして責任を持って頑張らせていただきたいと思います。エントリーナンバー066、赤。新メンバーは赤さんです。選ばれたからには精一杯頑張ろうと思います。親お願いします。エントリーナンバー007、豆腐。おめでとうございます。おめでとうございます。これ恋のグループでアイドルのてっぺん取りに行きたいと思います。エントリーナンバー072、スギちゃん。おめでとうございます。諦めなくてよかったなって思います。エントリーナンバー063、麦。本当に最後までしっかり全力でやり遂げたいなって思います。すごい、だって俺入れたら9人でしょ。確かにすごいね。いろんなねパフォーマンスを見せれることができると思うので、それはちょっと楽しみにしていただけたらなと思います。ということで、今後は8人でこれ恋頑張っていきますので、皆様応援よろしくお願いいたします。以上、これ恋新メンバー最終オーディションでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。5名が、研修生として合格しました。合格者の中 の、 あのメンバーの赤さんという方がですね、実はあの僕も今日知ったばかりで、まあ、ちょっと僕もねもうどう言っていいのかわからないんですけども、まあ、いわゆるですね家庭の事情で辞めることになってしまったと。まあ、研修生っていうのはやっぱりそういう期間でもあるのかなということで、まあもう仕方がないですよね。まあいろんな意見あると思いますけども、まあもうこれはもう受け入れるしかないので。はい、ということで集まりましたか。集まったところでちょっとね挨拶忘れたんで、7人バージョン初めてか。年上順とかにしません？ああ、それにしますか。じゃあ名前を、今の名前をとりあえず、うん、じゃあ私から、うん、ですかね。はい、大丈夫、メンバー分かってる、自分がどの順番かっての分かってる。一回確認しようといいんじゃない。一回、うん、1番、豆腐、月、チュリー、マイ、ギリちゃん、ゆずちゃん、ゆずちゃんね。はい、よし、じゃあそれで、じゃあ自己紹介お願いします。豆腐、スキちゃん、チュエリー、マイ、マギ、あれがね、ゆず、あ、こっち、これって恋ですか。せーの、これ恋です。おーい、来ました。それで、麦何それ、あ、
何え急なタメ語来たね。あもう麦は口投げ入れたそれ。待って今待って今見ちゃったんだけど。なんかほっぺめっちゃもっこりしてる。もっこりって言い方やめてくんない。お待たせしていた研修生の名前とイメージから発表です。ゆずからこちら、篠野ゆずメンバーカラーは白ということでね。続いては麦こちら水瀬つむぎメンバーカラーは水色。スギちゃん行こうか。スギちゃんの新しい名前は三月月メンバーカラー緑。最後豆腐新しい名前はこちらトワエモアメンバーカラーオレンジ。まあということでね、研修生の正式名が決まりました。お、まあやる、はい、じゃあちょっと皆さん映像ね、はい、まあいきますか。はい、皆さん、はい、ゆずちゃん並んでゆず特等席で見たいんだね。すいません、ダメー、はい、アウトー、はい、ダメー、ダメー、ダメー、あー、ちょっと待って、もうまた卒業式なのか。ワクチン接種会場。ふざけんな。ああ今日は3回目の接種だね。嬉しい。昨日すっごく頑張って作った君限定のワクチンがあるの。見て、この注射器の中にね、チョコレートが入ってるの。君の中に注入しちゃうね。リスナー君大丈夫？リスナー君の意識が。でもこれでずっと一緒だね。やばいシオパス2出たぞ。なかなか練り込まれてるねストーリーが。千円札に描かれている歴史上の人物は誰。せーの、はい、待って そう最後のラボットっていうのがいるんですけど、うん、なんかその子と会いたいですっていうのを以前コルコルさんにお願いして、なんかツイッターのフォロワーさんが33,333人いったらいいよって言われたんですよ、うん、行ったんですよ、ラボットと会いたいなっていう。ゆちゃん今ラボット来た、ラボット来たよ、ひよりちゃんほらここに。
と新曲でーす。すごい、新曲だ、新曲、はい、次の曲、しかも研修生ちゃん初めてのオリジナル曲だよね、うん、そうだよ。ライブのために作られた曲でもあります、うん、春の風を吹かせられるようなそんな曲になっています、うん、ではそんな春の風を吹かせる曲、はい、いきますか、はいはいはい、それでは最後の曲聴いてください。春夢、これだけは譲れないよ、まだ覚めない夢の中で。こちらです。あ、これどこですか？これはあのヘドバンです。あー、ヤバサバかな、うん、中間メドレーのやつね。このヘドバンになる前の声、掛け声が好きなんだよね。あー、見ないとわかんないやつ、見ないとわかんないやつ、誰か言ってるんですよ。ネットワークっぽくない？直行、あ、てかそういう意味か、これネットこんな感じだったっけ。あー、どうだよ、お、いいか、おい、これに関しては多分さ、ハテナほぼ全部しない。かわいい、どうしよう、追いかけてくる、どうしよう、かわいい、右の手首を怪我してしまって、ペンライトを両手で触れない体になってしまったんですけど、どうに表現すればいいですかね、ライブの時に。ちなみに自分足結構臭いんですけど大丈夫ですか？いいね、うん、みんなもぜひ、なんか回ってる人いるけど、ちょっと今ね、設定がね、ごめん、ミーティング中に、ごめん、ごめん、見てつけちゃう、ネクタイしてるんだよ、こんなに、こんなにカッチリしてるのにさ、大丈夫、背景とか、ね、合わせてきたよ、ちゃんと、そうだよ、背景、じゃあちゃんとするわ、ちゃんとして、うん、背景、やめてんだ、めっちゃいいね、バリエーション、なんか、これだ、演技うまいね。これ恋のメンバーの一人であるね、東雲ゆずが、卒業することになったと。
はい、こちらはね、私篠上ユーザー卒業することになった6月頃から心身の不調があり、活動を休止し休養しておりましたが、家族と相談して卒業という形になりました。今まで応援してくれたファンの皆さん本当にありがとうございました。自信がなかった私に優しい言葉をたくさん送ってくれて、こんな私を応援してくれてありがとうございましたと。で、僕からですね少し話をすると、まあ、このユーズはね、まあ、活動に関してはまあちゃんと取り組んでいたと思います。まあ、でもゆず本人からはね、まあ、その学校の学業との両立が難しいと、ほんで日々の忙しいレッスン中にまあ体調を崩したと、まあ、聞いておりますと。まあ、やっぱりみんなと一緒に行うレッスンとかもね、その後に一人でレッスンしていたりと、それでもまあうまくいかないこう現実と、まあ、学業とのねこうなんか両立で、まあ、ちょっと耐えられなかったのかなと。まあ、なのでね、まあちょっと短い時間でしたけども、ゆずに関しては、お疲れ様とね、まあみんなも言ってあげてください。今年に入って、まあ1月頭から研修生として、活動が始まって、この半年間振り返ってみて、今率直に思うことを話してみて。あっという間だったんですけど、思い返すと辛いことの方が多かったかなって、ね、そのさっき言ったやろ、俺も印象です。辛いこと多いのよ。ダンスも歌も初めてのことが多かったし、なんか配信も楽しかったんですけど、やっぱ研修生はまだ受け入れてない人も多くて、そういう意見を目にするとやっぱ落ち込んだりしちゃって、なんか結構、そういうのが辛かったかなって思います。正直あの春務の時までは夢見心地だったっていうか、あ、自分人生変わってアイドルしてるのかな、どうなんだろうって思ってたんですけど、春務終わった頃に来てくれた人とか配信見てくれた人とかのコメントとか感想を聞いた時に、また前々が変な顔してるよ、もうなんかこう夢見心地じゃダメだなって思って、その時にやっと思ったので、それまでは結構ずっとふわふわしてて、なんか仕事が全部初めてのことだったから全部が新鮮で、あっという間に、僕もここで練習しましたよ、過ぎました。率直に思うことはもう早すぎる、あっという間すぎて、え、半年もう経ったのっていう感覚。入る前はそのメンバーのそれぞれのこう役回りというか、ちいちゃんはしっかりしてて、ひよりちゃんは一歩引いて注意とかしっかり発言もできて、まいちゃんは面白くてっていう、まあそれぞれのキャラがあると思うんですけど、それがそのプライベートでも全くそのキャラっていうのがなんかなかなかないというか、これこれはみんな変わらないなっていうのが率直な感想。めっちゃ楽しそうやん楽屋、俺一人でポツンと、はい、先ほどね言いました、卒業と。まあ、最初聞いた時はもちろん、まあ、悲しい気持ちはあったけど、まあ、レッスンとかその一緒にいる中でゆずちゃんの涙を見る機会ってすごくたくさんあったので、なんでしょう、そのリスナーさんとかには簡単に辞めたって思ってほしくなくて、ゆずちゃんなりにいろいろ葛藤していっぱい努力してきた中で壁にぶち当たっちゃって、でそんな中でももがいた上での今の結果っていうことだから、この決断が一番だったんじゃないかなって思います。なんか一番って言えるぐらい仲良くて、なんか結構特別な存在で、なんか4人一緒に昇格したかったなって気持ちと、なんかもっと一緒に頑張りたかったなって思ったり、もっと
自分にできることあったんじゃないかなって思います。いや、離れるっていうことを知った日は、まあ、受け入れられない、理解が追いつかなかったんですけど、ゆずが離れたからもう無理だってなってるのは、応援してくれる人もゆずに対しても失礼で、これ声自体をやっぱ応援してくれてるわけで、それをこの出来事で壊したらいけないなって思ってるので、託されて頑張っていこうと思って。この半年だけで応援してくださる方がすごく増えて、私もリスナーさんがいなかったらここにいないと言えるほど本当に大切な存在なので、ずっと一緒に最後まで走り続けたいなと思います。これからも頑張るので見守っていただけたら嬉しいです。いつもありがとうございます。応援してくれてるファンの皆さん、今まではちょっと研修生として甘えてた部分が正直あったんですけど、今回正規メンバーになって、その甘えも取っ払って皆さんを楽しませることに力を全力で注ぎますので、これからもたくさん応援よろしくお願いします。そしてこれこいと一緒に忘れられない思い出を作りましょう。よろしくお願いします。合格した当初とかはこう、まあ、いろんな声とかもあったんですけど、ようやく正規メンバーになれて、気も座ってこうこれこいだって名乗れるので、まあ本当、まあ、イメージカラーがオレンジなので、本当太陽のように、太陽みたいな灯台みたいな、みんなをこう明るく照らしてみんなのことを導いていけるような、ホルコイのトワイモアで居続けられるように精一杯頑張りますので、武道館連れてっちゃうよホルコイがみたいなみんなのことを楽しく、もう悲しい思いはねさせないように、常に楽しく夢を持ってみんなが安心して応援できるようなアイドルにずっといるので、自慢の推しでいれるように頑張ります。これからもよろしくお願いします。ちょっと残念なことに一緒にライブができないんですけども、うん、2人の分も私たちが全力で盛り上げるので、皆さん一緒に最後まで楽しんでいただけたらなと思います。一緒に盛り上がりましょう。はい、嘘はつけない、痛くても確かな大きい感受で狙い落とすわ。
さん、うん、初めての試みをするじゃないですか。あ、そうだ、そうじゃん、そう、ごめん、見たなかったことにする。ほら、わかった、はい、次ね、あの披露する曲がピヨッタって無限ループなんですよ。で、曲中、写真撮影 OK となります。すごい喜んで、すごい、うえーって確かに、確かすごいね、こんな好評なんだね。そうよ、披露させてね、もらいたいと思ってて、本当はね、つむぎも一緒に、研修生から正規メンバーに昇格したということで3人で披露する予定だったんだけど、楽しんでいってもらいたいね。誰も見たことのないもの、君に一番早く届けたいよ。愛してる、愛してない、もうどっちでもいい。ざわついてる、ざわついてる、ね、まあね、こちらねとか、おいでー、めっちゃ喜んでるよ。すごい、超かわいいじゃん。マジでかわいい、ほんと。みんなによく見せてあげ、待って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 、スカートふわふわさせて、ほらほら、確かにくるくるくる、これめっちゃ回るよ、かわいい、わっわっ。君はずっとずっと今でも友達以上恋人未満、もどかしいくらいドキドキしちゃう。よねみたいな、なんかすごい重い、わざわざ L サイズのキャリーケースって現場に持ってきてメンバーがいまして、うん、何がやばいって、持ってきたのに使わない。いや使ったよ、10秒とか5秒とかでしょ。いや1分マジ本当に1分、嘘嘘嘘、1分もやってなかった。やってないから、で呼ばれちゃったんだよね、やろうと思ったら出ますね、時間がなかった。もう隠しないで生で持って歩くからすごい目立つよね。途中からね、そう、スタッフの方がねやってくれた。でも本当に持ってますよって笑いながら。だからちゃんとお顔見たことないんだよね。一回マスク取ってもらってもいいかな。あ、なるほどね。またね。おい、もう帰るぞ俺。
に写真撮影をしたいと思います。しようしよう。ちょい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 3周年プロデューサーの俺いないと始まんないでしょ。任せた任せた。泣いてるなんでいいの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 いやなんでいいの。いやいやプロデューサー3周年だから僕が来たということでね。じゃあもうここで1曲ここで1曲披露ということで Go this way。 あ、違う違う。え、どっち。え、何すればいいのうち。勝手に言うとる。ね、じゃあ皆さん気を取り直して炎上パンチ。え、嘘、どっち。え、どっち。何。え、ないねね、ない。あ、もうスタッフさんがこれ。あ、じゃあ今期待したのに。お疲れ様でした。ちーちゃん最年長が最年長。いやいやいや、何でもらってたちーちゃん。何が重いよ。もうちーちゃんお願い。やめちゃって持とうね。はい、みんなで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 。ありがとうございます。ございます。なんで俺が持ってんのこれ。はい、ということでじゃあね、いつもの挨拶で締めたいと思います。はい、以上私たちこれって恋ですか。せーの、これ恋でした。ありがとうございました。この度ですね、いろはちえり、琥珀舞がですね、卒業したいという相談を受けてね、卒業することになりました。ちえりと舞が辞めて残った4人のメンバーでじゃあどこまでやれんのかという話になった時に、まあ、僕個人では本音で言うと難しいと判断しました。もう6人でこれ恋であって、もう書けるようならもうこれ恋じゃないと。ただね、そうは言っても、じゃあ残ったメンバーが絶対にやっていけると今後も。まあその気持ちがあるのかと。まあ正直な気持ちを聞いたところ、まあ不安な気持ちが強くて、まあ続けていくのはもう厳しいという、まあ、思いをね、抱いてるメンバーも中にはいたので、まあ、その気持ちをもう持ってる時点でもう続けていくのは難しいと総合的に僕が判断しました。ちえり舞が卒業するからとかではなく、全員で話し合った結果、これこれは来年の4月で解散という、判断を僕が決めました。まあ、今日まで応援してくれた人、少しでも興味持ってくれた人、本当にありがとうございました。ちょっとまずはそうですね、舞とちえりから、卒業理由とそして今の気持ちをちょっと話していただきたいです。まずは普段いつも応援してくださってるファンの皆様に心配だったりとか急なご報告になってしまったのを謝りたくてすみません。理由は自分のもともとある足の怪我が原因で病院とかにも通ってたんですが、これ以上続けるのは厳しいだろうなということで決まりました。春に解散っていうことになるんですけども、それまではファンの皆さんとできることをたくさんしていっぱいあって感謝の気持ちをたくさん伝えていけたらいいなと思ってます。最後まで全力で頑張るのでよろしくお願いします。いろいろな理由が重なって事務所の方と何ヶ月かにわたってその相談をさせていただいたんですけど、その結果卒業することになりました。これからこの4月までの期間は全力でやらせていただくので、それまではよろしくお願いします。率直に一番に出るのはやっぱり悲しいし、まあ、6人でもっと続けたらよかったなって思うのが願いだけど、解散は決まってしまったので、今まで応援してくださった方たち全員がこれこれ応援しててよかったなって思ってもらえる日々を作れるように全力でこれこれの一員として頑張りたいと思います。これこれさんもやっぱり最後って言って私たちを合格させてくださって、やっぱ入っても2人が残りたいとか、
続けたいって思わせられなかったのが悔しいなってずっと思ってて、ファンの方とかとやっぱり過ごせる時間ってもう短くなっていってるので、少しずつ前向きになって過ごせたらいいなって思います。じゃあ続いて月、新メンバー2人も長年考えてきた悩みを何も助けることが助ける、考えを変えさせるような頑張りが何もできていなかったのもとても悔しいです。これから一緒に頑張ろうねって言ってくれたファンの皆さんにも申し訳ない気持ちでいっぱいです。この話を聞いて現実だと思いたくなくて、現実だと思えてなくて、私は15歳からこれこれさんの元でお世話になってきて、今日までアイドルを続けてきたんですけど、これこれが当たり前のように私の居場所になっていて、私の人生の中心は全部これこれで、一人でも欠けたらこれこれじゃないっていう言葉は綺麗にも聞こえるけど、自分にはすごく苦しくて、これからの人生だとか何も分からなくて、今は解散まで応援してくださいと自信を持って言うこともできません。本当に悔しいです。まあそうだね、4人でやっていけないのかとか、まあコメントねたくさんあります。その気持ちはすげえわかります。やっぱしかも泣いてるメンバーのことを見て、どうにかならないか何度も考えました。シェード前がいなくなって不安だと、まあ、僕は言葉をいただいた時に、この不安な気持ちのままグダグダとアイドルをやっていくのは僕はもっと良くない方向になると思ってます。やっぱアイドル遊びじゃないし、冷たい言い方に聞こえるかもしんないけど、ここできっぱり来年の4月に辞めるっていうのを決めて、そこに向けて全力で頑張っていくのが僕は最善だと思ってます。メンバーも体調不良で何度も休んでます。正直そんな中でじゃあ今後また4人でやるってなると難しいと思います。今までの流れを知らない人からすると、この話を聞いただけの人だとそんなことないとか思うかもしれないけど、今までのこの歴史からして僕は思いません。なので4月までは何としてもメンバーには頑張ってもらいます。まあ僕もね手を差し伸べるつもりなので、まあ、ぜひね見てやってください。ありがとうございました。真実だね、これもう外したらやばいぞ本当に。来た来た次大丈夫、次大丈夫行きます、ドン。え待って、なんで、え待ってふざけるなよみんな。いや、ブロデさんの方が人気あるし。ワクワクしてきた。マジ？これかい伝説になるぞ。すごい！これこれラストまで駆け抜けるぞ！あー、もう笑われてる絶対みんな。あ、じゃあ私ごめんなさいね。最後にワキの夢見せるぞ！これこれのメンバーとファンのみんながずっと幸せにいられますように。怖いよ、怖い。4月以降みんながそれぞれに幸せに行きます。
死ななかった。飛ぶの怖い。怖い、怖いよね。つむぎあと3分で終了になります。つむぎ集中して。河村さんうざい。マジでうざい。3、2、1。4秒65でした。これこれさん、あれ自分でいけたのバンジー。いけましたね。いやつむぎさ、ここだけの話ね。ここだけの話。ここだけ押されてる。あれひどいよね。でもちょっとカットされてるんですよ。そう。わかる。つむぎ押されるところちょっとカットされてるんだけど。謎の。ここだけ切れてるとか悪者に見えちゃうから。まあね、まあ、神の手のおかげで飛べたという、はい、私たち4月3日あさってですね、あのラストワンマンライブとなるこれってこいですか世界一かわいい卒業式を開催させていただきます、うん、本当の本当のこれこいのラストのライブなので、まあ最後くらい見てやるかって方だったりも会いに来てくださったら嬉しいです。お願いします。お願いします。ということで以上、あ、私たちこれってこいですか。せーの、これこいでした。バイバーイ。みんなもっと盛り上がれるのか。これが俺のこと好きな人。それでは世界一かわいい卒業式スタート。君はずっとずっと今でも友達以上恋くらいドキドキしちゃう。ゆえんび二人ずっとずっとこのまま友達以上恋人未満。少し複雑な影、もしもそっとそっと隣で一言好きだと言えたら、これこいラストライブ世界一かわいい卒業式にお越しくださいましてありがとうございます。ありがとうございます。泣いても笑っても本当に今日がこれこい最後の日となります。なので今日は超いい日にしましょう。よろしくお願いします。みんなお祝いしていってください。今日ははい、はい、じゃあ一日盛り上がっていきましょう。今日はよろしくお願いします。ダメ、ペポンしてーだって。いいよいいよいいよ、おめでとうございます。今日はですね、推しに目が開く、ん？推しに穴が開くくらい、目のカメラで撮って、で、心のアルバムにしまっていってください。今日はどうかよろしくお願いします。
そう、まだ不安な人ももしかしたらいいと思うんだけど、うん、もう楽しい気持ちいっぱいで楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。今までの楽しかった思い出も振り返りながら、今日はたくさん楽しんでいきましょう。いちいちよろしくお願いします。もう全部出し切ってメンバーとファンの皆さんで一つの最高のライブを作りましょう。そして後悔することがないように、声はもちろん今ある心の中にある感情を全て出し切って最高のライブにしましょう。今日はよろしくお願いします。そして盛り上げてくれたあの人を呼びましょう。せーの、カレーカレーさん。おー、かっこいい、かっこいい、かっこいい。でも俺が出た時だけ、あの結婚しようみたいなのなかったけどね。うるせんなよな。男ばっかしかった。ちょっとさ、女の子と男の子聞いてみる。確かに。おお、行きたいかも。黄色い声援とのぶとい声援。はい、のぶとい。行ける？女の子。可愛いね。可愛いね。可愛いね。うん。男の子。やっぱでかいな声が。のぶてのぶて。かっこいいな。それでは聞いてください。これこいスペシャルノンストップメドレー。なんと、うん、メドレー中にメンバーそれぞれ衣装をチェンジしました。あ、まあ、みんなそれぞれね、はい、1曲ずつソロやったということで、うん、みんなさ、それぞれの推しちょっと堪能できたんじゃないですか。おできたよね。私たちって一人一人もね、あの強いんですけれども、やっぱ6人揃うとめっちゃ最強なんです、うん、おそうで、そこにさらにみんなが追加されるともっと最強なんですよ。そんな私たちみんなの声を聞かせてくれますか。弱じゃないで、それそれ、油汚れにシュシュシュジュシュシュ、お邪魔すんで、立ち込み立ち込み、戦いたんアニジュアニジュ、もっとかそばのワイパカウスパパイヤ、バレたら日は昇る、早起きしてちょうだいする、もし暗闇が道を閉ざしても、
はプロデューサー向いてないんじゃないかなってずっと思ってました。解散が決まる前からもうずっと思ってました。まあどんどんメンバーも減っていって、なんでみんな辞めるんだろう、どうしたら辞めてくんないんだろうって、あの時何をしてたらみんないなくならなかったんだろうって、まあ、このこれこれは本当に僕のわがままで始めたもので、僕のわがままで解散することを決めました。でもそれでも最後までやってきて、今ここに立ってこれこいたちと一緒にライブができて、諦めずにプロデューサーやってよかったなって本当に思います。これこれは明日からそれぞれ別の道を歩みます。みんな思うままに未来を進んでほしいと思ってます。何度も夢の続きを今アップロード God is way 確かなこの道に沿って走れ、駆け出した未来は思うまま進めばいい、誰かの指図に縛られない行くんだ、曲がりなきその向こうへ、全力で吹っ飛ばしたものが小さ、意外にいいもんだろう、楽しいだらけの My way、 これこそが人生、
卒業証書授与。やっぱ今日ね卒業式ということで一人一人にね、はい、卒業証書書いてきたから。うえー、卒業、それをちょっと受け取ってほしいから、じゃあメンバー並んで、はい、はい、卒業証書とはえもあ、あなたはこれって恋ですかのメンバーとしてその天真爛漫な存在感でたくさんのファンを魅了してきました。今までのこれ恋にはないキャラクターとはつらつとした元気いっぱいな姿でこれ恋に新しい風を吹かしてくれました。その功績を称えここに表彰します。卒業証書水瀬つむぎ、あなたはこれって恋ですかの愛されキャラとしてたくさんの愛嬌と笑顔を振りまいて場を和ませてくれました。あなたのその優しさでメンバースタッフみんな救われました。その功績を称えここに表彰いたします。卒業証書いろはちえり、あなたはこれって恋ですが結成以来長きにわたりこれ恋のためにたくさんの時間を使いグループのことを考え時に厳しく時に優しいメンバー一人一人のことを思い行動してくれました。その功績を称えここに表彰いたします。卒業証書みつきつぎ、あなたはこれって恋ですかのメンバーとして強い責任感を持ちこれ恋の活動をより良くするため意見をたくさん出してくれました。メンバー思いのあなたの行動力によってグループのまとまりや団結力も高まっていきました。その功績を称えここに表彰いたします。ありがとう。卒業証書琥珀舞、あなたはこれって恋ですかのムードメーカーとしてたくさんの笑顔と笑いをファンの方へ届けてくださいました。琥珀舞の存在の輝きによってグループも大きく飛躍することができました。その功績を称えここに表彰いたします。卒業証書小春日和、あなたはこれって恋ですかの最年少メンバーでありながらこれ恋の歴史の始まりを作ってくれました。あなたの決断によってこれ恋は多くのファンから愛されるグループへ成長しました。その功績を称えここに表彰いたします。では最後に私たちからも一人ずつ思いを伝えさせてください。最初は不安いっぱいで入ってこれ恋だったんですけど、こうしてみんなに会うことができてすっごくすっごく幸せだったし、この4年弱本当にたくさんの幸せをありがとうございました。これからもみんなのことはずっとずっと忘れないです。今までありがとうございました。最後までファンの人のために活動できたのかなってちょっと思ってるんですけど、自分のことを好きになってくれる人がこんなにいるんだなって、これ恋に入って本当に人生が変わったなと思っています。1年半ぐらいなんですけどありがとうございました。これ恋がいない未来で苦しくて逃げ出したいことがあった時はこれ恋の曲や動画を聴いてください。これ恋は解散しちゃうけどずっとそこでみんなのことを待っています。みんなとの思い出があれば私もこの先たくさんのことを頑張れると思います。これ恋になれてみんなに出会えて本当に幸せでした。3年と7ヶ月ありがとうございました。私はこれ恋でいた期間ずっと幸せでした。配信もライブも時に悩むこともこれ恋のために悩んでるんだって思うと全てが嬉しくて、それもこれも応援してくれる皆さんがいたおかげです。最後の最後まで私を幸せにしてくれてありがとうございました。私はこれ恋でよかったです。ありがとうございました。自分が純粋に好きだったグループにやっぱり入ってステージに立って自分の好きだった曲を歌って踊れているっていう事実が本当に幸せだなって思います。
これ恋の曲聴いてくれたり MV 見てくれたり動画見てくれたりしたら、これ恋の心臓はずっと動き続けると思うので、みんなの心の隅でもいいので、ずっとこれ恋の心臓を胸に動き続けていってくれたらなと思います。本当に幸せな1年半でした。ありがとうございました。自分が最後なので話したくない気持ちが正直あります。ずっと私がこのまま何も話さず、ずっとここにみんながいればいいのにって思ってます。私正直明日から自分がどうしてるのかなって本当に想像がついてなくて、みんなも明日からどうするんだろう。まだまだみんなと一緒にいたかったなって今日になってもまだ思っちゃいました。みんなに心配かけた時もあったけど、ずっとずっと見守ってくださりありがとうございました。大好きなメンバーに会えたのも、大好きなファンの子に会えたのも、これこれさんがあの時続けたいって言った私を見捨てないでくれたからです。本当にこれこれが私の居場所でした。居場所をくれて本当にありがとうございました。まあ日和もそうだし、みんなも本当に最後まで俺についてきてくれて本当にありがとう。みんなでよかった。でも本当ファンのみんなも本当に今まで応援してくれてありがとうございました。はい、それでは次の曲が最後となります。今までたくさんの愛と応援を私たちに与えてくれてありがとうございました。君たちのために最後歌います。それでは聴いてください。蜃気楼。皆さん本当にお別れの時なんて認めた。降りたそんな夢を見てはいけないですか。胸が溢れそうなので、歩道橋で走り出してすり向いた空雨で息切らして思わない方がいいなどと言わせないと誓う君の君を放って